無症状です。松倉もよう寝てたな。いや、目つぶってた。全然反応しんかったぞ。はい、じゃあ、今日は主に機能放送やり残しをやる以上で、柳瀬さんがリンク接算交換全開式が怪しいというタレコミがありました。そうです、数列ですよ。そうです、参考官全開式、他に怪しい人がいたら挙手をお願いします。できるな、どつけ。いや、お前ちょっと合わせてあげたら、お前できへん顔ちゃうやんそれ。はいよ、よし、じゃあちょっとあの先生風に。おい、知れなく習ってる？習ってるな、学校で。そうでしたっけ。習ってるな、参考官全開式。習ってないです。習ってるな。習ってない。習いましたね。習いました。じゃあ知ってるな、できるな。習ってないですって。なんで習ってないの？そう、あ、そうな、紹介されるの、はい、なんで習ってないのは学校のせいですよね。なんで習ってへんのはおかしいわ。で、習ったって言ったら、じゃあできるな。あ、どっちにしてもあかんやん。習ったか習ってないか覚えてませんって言ったら、どうなんなんで覚えてへんの。ああ、全部俺らが悪いことなんねはい、じゃあ行きましょうか。じゃあ、マスクラ。はい、まあまあ、この参考官全開式のむっちゃしょうもないやつやりますね。でも、まさか解けると思うから、お前14番といて寝てたよ。まさか解説してもらおうかな。もう、俺もいらんな。一応、誤解ないように言っときますね。僕は、レスペクトしてます。あ、ほんま？はい。こんなように思うか。リスペクト。何？リスペクトかと。いやいや、リスペクトしてます。ね、柳瀬さんね。一緒にご飯行きたいわ。言っときますか。うん。かわいいの。いや、ちょっとほんまに今度飯をおごるから、僕は先生。お前、前のこと気にしてんのか。いや、気にするわ。気にするんですか。うん、気にしますよ、そんなんな。はい、一応その、なんで特性方程式で解けるかっていう理屈の方から説明しますね。はい、まあ、まずこの、知ってますよ。このアルファベータが、まあ、このような構造からちょっと考えスタートしますね。で、まあ、そしたら、まあ、例えばこれもちょっと分解しますね。ベータ A の足す1だから、特性方程式の原理からお話をします。証明できへんかったらすごいものになるか。マスクラ、レスペクトしてるから。ほんまやで。実際揉めたいと揉めたくはないもん、ね。はい。で、まあこのようになってて、このアルファを左側に持っていて、ベータを右辺に移行するような変形をします。だからポイントになるのはこいつらですね。この a の足す1のね、項をまあ左右に分配するんですね。まあそしたらアルファを左に持っていって、ベータを右に持っていったら、くくり出した時にまあこういう形がまあできている。で、逆にベータを左に持ってきて、はい、アルファを右辺に移行して、で、アルファでくくり出した結果、うん、まあこんな風になるなっていう。
よろしい。もし、このこういう式の形をしていたらっていう仮定をしてくださいね。わかります？これ展開して、左辺に、右辺にこの2つを移す。そしたらこうなるよね。わかるですよ、わかる。この式で、左辺はこいつ置いといて、残り右辺に移すと、こんな風になります。大丈夫。ベータでくぐったときに、ああ、こういう形が、ベータでくぐったら、なんか同じようなの出た。逆に、ベータを左に置いておいて、アルファのコートをこいつを右に移してあげるってやつはこうなりますよ。アルファに食ったら、結局また同じように、まとめれそうな集団が出来上がります。筒棒、わかる？はい、筒棒、わかりますね。おやすみなさい。はい、じゃあ、後でビデオを見ておくな。はい。まだちゃんと寝ろって言ってるやろ、ほんまにもうこの時間なんですよ、ぴったし。何？この時間なんですよ、授業始まって何分かでじゃあ今度実験的にお前が昼飯を食った直後に始めてみよう。アリス、はい、ね、アリスね、広瀬アリスね、はい、クッソしゃお前だ。マツクがめっちゃ頷いてますえ、頷いていい？え、うん？まあ、しょうもないって言ってください。うん、まあ、しょうもないよな。しょうもないことをあえてするって、うん、いいですよね。しょうもないことってできないかって。うん、わかるわかる、その通り。わかります、うん。でも分かってへんの。何言ってるか分からんから。はいよ。まあ、だからこいつら等比数列で、2つ等比数列作るんねんな。うん。だから、まずファーストアクションとしてこういう分解をしますよね、流星君。これはご存知の通りです。じゃあ、結局、じゃあこのアルファベータって何やねんっていう話になったときに、だから結局のところ、はい。元の方程式で、元の式で、もしこういうアルファベータがあるとすれば、どんな値なんですかっていうことを考えるんですよ。そしたら、この P とここ等しないと。ね。この Q とこのアルファベータなんか等しないと。まあ、いうことになります。まあ、だから、わかる？ここにいろんな数字がありますね、皆さん。で、こういうアルファベータがあるのなら、そのアルファベータはどうやって発見されるかというと、まあ結局こいつらを比較したときにですね、まあ、アルファ足すベータイコールマイナス P、アルファベータイコール Q という式が成立しますが、これって何ですかって言ったら、これ見て何を思い出しますか、ヤナピー。その通りだ。解と係数の関係も逆だな、流星。うん、まあ、作らんみたいになってる。流星うんとか言わんよ、あんまり。木原先生怒るらしいですよ。はい、英語の英語塾に行かれている生徒さんが言ってました。木原英語塾っていうのがあるんですけど、そこの先生はうんって言ったら怒ると。まあそうでしょう。でも僕もうんってしょっちゅう言ってます。そうね。じゃあ怒られてんな、これな。全く何も言えないです。はい。というわけで、やらさん見てください。結局、ここを x2 乗、ここを x、ここを定数項として方程式になるでしょ。だこれといったら、こういうアルファベータが出るんですよね、つまり。で、あとはこの段取りに従ってやる。ただ、もちろん二次方程式ですから、ね、次数化がない場合とかもあるんですが、まあ、ひとまずある場合で考えてくれたらいいし、基本次数の範疇で出るみたいなのは今日ありますので、まあこのようにやっていただければよろしいかなと思います。一応虚数だって一応数字ですから、ね、できんことはないと思うんですけど、まあ、あまりそういうのは見たこともありませんので、まあ解けるやつに関してはまあ出るなと。で、困るのはまあ重解のケースでございます。まあ重解のケースはケースで、まあ、やり方ははっきり分かりますし、君らが知ってる知識を解けますからね。だから、とりあえず、ね、隣接三交換全化式。まず、この三交換に関しては、常識とされるものはこのタイプだけですから、まあ、こいつの解き方知ってればなんとかなりますね。はい。
というわけで、まあ、この14番ですね、一応これがやり残しやったんでやっておきます。あ、唐揚げを 200g 食べただけなんですけど、ちょっと気持ち悪くなってきましたね。で、この特性方程式のところは注意ですが、答案には書かないようにしましょう。で、結果としてこういう変形ができるっていうことを書いていただきたい。だから一応僕、丸徳方程式を書きます。ただこれは回答用紙に記述する必要はない。これを使った変形の結果だけ書いてください。まあですから、まあ、これは x 乗引く 5x 足す4イコール0という方程式が出る推理。眠そうですね。うん。アホやな、俺ね。まあ、つくる俺アホやんな。はい。うん。まあ、今日ちょっと面倒くさい思って。いや、ちょっと、あともうトイレ、ちょっとトイレに行きたいですよ。いや、いいよ、いつでも行ってき。むしろ今行けよ、こんなん分かるよ、お前。いや、なんか、妙に、もうちょい。うん。股間上尿意念ってありましたよね。遠いですね。はい、知ってましたか。なんで俺がこういういらんことをするんでしょうね。いや、もう俺にとってはいいですよ。そうなんか。義士和人間。話してあるんちゃう。義士は神話神殿に記されている内容ね。義士は神殿が卑弥呼入ってんのか。あの火の水族のやつ。え？神義和王。ああ。漢の和の名の国王のやつ。ちゃうの。それはええ。ちゃんと。うん。俺もよくわかる。まあいいわ。はい。知らんでも聞いていけるからね。うん。お前は受験生として必要だ。頑張ってやれよ。はい。はい、というわけで、まあ、ここの数列ね、ここを B という数列をここに置いたら、ね、BL と BL たす1の関係としてこの絵描けますよね。で、はい、ここに一つの等比数列がある。まあ、当然、こんなんいちいち置き換えんでもやれてほしいんですが、置き換えることによってちょっと気は楽になります。なんか、俺、こいつ知ってるみたいなことになるんですね。やっぱり世の中、知り合いに会えたら元気出ますね。知り合いにもよるか、柳瀬さん。そうです。そうかなと思いました。知り合いにもよるな、確かに。うん、こいつだったら、みたいな時ありますよね。うん、でも、多少嫌なやつでも、めっちゃ心細い時とかあったら、ちょっと気楽になりますよ。その場だけやけど。完全アウェイの時とかな。昔友達の結婚式に行ったんですよ。で、ある理由で女子が全員ボイコットしたんですよ。参加を。すげえ。はい。すごいある理由ですね。そうなんですよ。それってどっち側ですか？新婦側、新郎側。新婦側の友人やってる。ですよね。そう。だって新郎側呼ばないですよね。だ新郎側、新郎側。新郎側の女性の友人。そうそうそう。まあ共通の友達がね。で、で僕の親友は行く予定やったんですけど、うん、結局そいつ行けなくなって、ある結婚式に行ったら知り合い誰もいない。うん、ちょっとあのキャメラを止めてからでよろしいでしょうか。いや、キャメラいいっすよ、別に。いや、別に大したことじゃないねんけどな。うん、若干差別的発言が入るかもしれないので、うん、一応キャメラを止めてからにしますね。あのキャメラを止めるなという、ね、あの映画だかドラマだかがありましたが、何だっけ、映画か。
亀止めって言われてましたね。松倉丸米ですね。はい、定数列ですね。はい、わかりますか。結局等比数列ダブルになりましたと、まあ、いうことです。まあ、ただしですよ。じゃあこれ解けますかって言ったら、これ単純に等比数列、あの対差数列で解ける全化式ですし、でこれ解けますか言うたら、これ特性方程式で解ける全化式やから、正味シングルでも倒せます。ただ2つ並べられるなら並べた方が楽だから、僕は並べて解けばっていうつもりですね。つまりこの2人はどういう立ち位置の代物かって考えたら、まあ、結局は筒井君頑張れよ、髪の毛は浅んじゃねえ、全く今必死で抗おうとしてるな。いいよ、こんなん抗わんでいいから寝とき。うん、で見逃したとこだけビデオ見たらええねんって。ビデオが上がらないです。え、ビデオが上がらないです。うるさい。調べたのがない。だからもうこんなっつうのも全部上げてたらほんま間に合わへんねんって。いやいやいや、ごめんって。ねえねえ、あの神戸さん早く上げるから許してな。で聞くのは何ヶ月後になる。え、え、いや何ヶ月後にこれを聞くんか。いや知らん。ああそれな。うん、この辺分かるからって聞かれへんかもしれんけどな。あ、そうそう、うん、だから折に触れて言っとこう。ひろしさんちゃんと見るよな。うん、はい。何どうしたの松倉。いやいや、俺は文句もないこれおもろいよな、しかしな。はい、まあこうですね。でまあだからこの 1-2 っていうのがもうここまで段取りだと思ってくれて結構です。なぜなら n たす1消して an が残ります。だから an たす1を消してしまうと、そしたら an だけが繰り出されて解くことができますという、まあ、いう流れになります。でもしここが重解を持ってしまったら、このアルファベータが揃ってしまうので2種類式できないんですね。同じやつを2個書くことになります。じゃあ実質1種類しかないんですよ。1種類しかなかったとしても、さっき言った通り片方だけでも今まで習った全化式のどれかに確実に落ち着きます、まあ、ですからそれ解けば何とでもなりますので、はい。で答案上の変ことですけれども、答案はこの赤いところを端折って書くこと、これは計算用紙とかに書く。要はこれね、ほんまかなと思ったらちゃんと移行して戻してもらったら分かりますけど、同じ式に戻りますからね。だからこいつをいじったらこうなるっていうのは足したり引いたりの話のレベルですから、まあ、結局絶対できます、ね、だからこの括弧のところは答案用紙に書かないように、まあ、それだけ注意をしましょうということになりますね。はい、ここまで質問ないね。はい、じゃあ行くぞ、記号法。トランパ、はい、じゃあ行きましょう。で N が出てきた時に、まあ、受験生として言うならば、まあ大概機能法を最初に考えるっていうのは自然です。で整数の問題とかでも使えること多いですからね、まあ、できるだけ一応基本の流れとかをもう一回整理します。作業のように書いてる人がいたらこれはちょっとまずいんですね。ちゃんと意味のつながりあるのかなとか、まあ、そういうことを考えていかないとダメですね。まあそのセルっぽく言ってください。うーん、あ、今日絶好調。うーん、ノリもええやんけ。ねえ、エナスさん、いや、お前いいやん、今日は絶好調なあ。うん、こういうかね。分かったから。ええわ、基本的です。うん、はぁ、ねぇ、はぁ、ねぇ、はぁ、
はい、まあまあまあ何をすんねんなぁと、まあいうことですけどね。まあ基本の流れって書いたらこんなもんや、簡単に、超簡単に言えば。で、ほとんどの場合ここって静止数するすれせよですね、作業変化を重ねね。はい、で、この仮定をしたところのやつをまあ、用いるんですね。用いるというのはまあ、代入すると呼んでいいと思いますね。はい、数学で何かを使うっていうのは主に代入するなんです。代入するという行為は同じ形のところに入れるということになります。はい、で、意味のつながりとしてはね、さっきね、向こうで川端さんっていう子に説明したことはほぼまんまなんですけれども、なんでこれで証明できるかっていうことが分かっていなければね、解けない。で、一応全ての自然数じゃなくても機能法というのは使えます、ちゃんと理屈が分かっていれば、うん、まあ例えばね、まあ今 Kを仮定しましたと、ね、K たす1を示すという段取りについて考えると、これを一般的な K で言えたとしたらどういうことなんですか。それは結局 K が1やったら1を仮定したら2が言えました。2を仮定したら3が言えました。3を仮定したら4が言えました。そういうことを全部やってんのがこの K、K たす1。早い話がね、はい、前ドミノ、前 K と K たす1の関係は前ドミノですね。前のドミノが倒れたら一個後ろのドミノが倒れますという証明をしている。ただしね、わかる？皆さん意味わかる？今はわかる。どういうことですか？あ、そういうこと。そんなのネガティブでいいか？それを言っちゃおしまいですね、ブライモン的に言うとな。それ、成田君、それやっちゃいしないね。はい、はい、だけど、これなら所詮は絵に描いた餅です。もしもです。もしもボックスです。で、もしもボックスという道具がどういうものか、ね、もしもボックスはもしもをもしもじゃなくす道具です。つまり、それを事実にしてしまう。パラドックス。なんかちょっと違うかな、うん、それ逆説じゃないですか、うん、あれ、もしも松倉がな、今1億円拾ったらとか言ったら本気本当になってしまうと思うんです、うんうん、だからまあ今回言うならこれをね、もしもボックスを使うんです、ね、つまりもしももしもじゃなくすんです。その重要な作業が N イコール1の証明なんです。つまりN イコール1を示すというのはスタートのドミノは絶対倒れますっていうことを示すんです。つまりそしたらもしもじゃないわけ、1は絶対倒れたんだから2も倒れるだろう、2も倒れたんだら3も倒れるだろう、つまりこれしかなかったらただの仮想に過ぎない。だけど N イコール1を書くことにより、だから僕本来的にこっち書いてからこれやる方が好きっちゃ好きなんですよ。ちなみに逆に書いてもいいですか？一応意味だけ言うなら、うん、はい、示すというのは結局意味のつながり的に言ったらこれ別に逆に書いたところで問題はないんです。スタートのドミノは倒れますと、わかる？もしもじゃないんですよ、必ず倒れるんです。だからこの2つを組み合わせたら1倒れてないから2倒れました、2倒れてないから3倒れました、3倒れてないから4倒れました。これがズラララなっていきます。だから仮にですね、仮にですよ、全ての整数でって言われたらこういうことができるわけですよ。だからもし K 倒したら K たす1が言えて K 引く1も言えたとしたらこっち方向にも行けるわけでしょ。つまり番号浅い方向に全部バババって行けるって意味になるやん。で、これ後ろに行くやん。じゃあ全部わかる？ドミノがこうあってこれの証明っていうのはこっち側に倒しましょうっていう証明でしょ。だから K 番がや
倒れた時に K-1 番と K+1 番がもし倒れるっていう証明ができれば、こっち側に全員倒せるし、こっち側に全員倒せますよね。だから理屈的に全部全ての整数って言われたって解けるわけ。まあそういう話になるんで。大丈夫か？はい。うん。はい。だから意味的な理解が絶対必要です。で、例えば前の2つ仮定しなあかんやつとかあるでしょ、うん、とか累積機能法って言いますね。1から A まで全部倒れないといけないやつとか、なんかそういうやつも条件が足りる足りひんとかからと修正していかなあかんねんけど、結局意味分かってへんかったら書けないんですよ。だから、うん、まあ、数学的機能法の証明が持つ意味っていうものを、まあ、ちゃんと理解するところっていうのは、まあ、すごく重要だと思いますので、はい、全ての整数やったら、うん、その N イコール1の時じゃなくてもいいと。別にいいよな、ね、0でもいい、うん、ぶっちゃけ100でもいいよな、うん、ずーっと全部いったらね、うん、まああえてやらんと思うけどな、うん、やりたいか。いや、なんか使える時はもう、俺もあんまやったことないんだね。チャレンジしたらどうだ、ベジータさん。確実ではないんだ、ベジータさん。ちゃんと作れへん。え、むずい。あ、そうだ、カカロットっていう祈祷で花火だ。ちょっと声がめちゃくちゃになったから今誰でもなかったから誰もなってないから、うん、はい、ね、よし、というわけで機能法の簡単なやつですけれども、まず普通のやつを書いてみる方がいいですね。まあ、16、17は完全なる偉大やで、まあ、等式ね、と不等式やったら、ちょっと不等式の方が若干難しいのは難しいです、うん、はい。で、答案上の注意はやりながら述べていきましょうか、ね。まあ、あとは推測して機能法のやつとかもありますけれども、ここに挙げている数学的機能法の証明問題自体はそんなに大変ではありませんので、うん、だからまあ、全員書けって言ったら書けます。はい、18、簡単に説明します。すぐできます。誰でも書けます。じゃあ書いてみましょう。はい、松倉、うんこタイム。うんこちゃうの？多分。え？え？先生、うんこじゃなかったんですか？俺？俺、うんこですよ。うんこっすよ。うん。俺、人としてうんこです。この時間自体、うんこタイム。じゃあ、ビデオに全部入ったの？ちょっと後でカットしとこう。これは。松倉が言いたかったのはそういうこと。幼稚園みたい。なんか小学生とかってそういう単語言うだけで笑うから、ほんまにあいつら楽だわ。はい、まあ暇やったら書いてみろこれ、うん、松倉待ってる間、松倉帰ってきたら説明するから自分なりに書く、うん、書きながらちょっと予習しをすれすれしましょう。奈良さん、どうしよう。返事がない。ごめんごめん、別いろいろ考えないで。逃げるんじゃない。まあ、いいか。ブリスさんはそんな手作りな人間ではない。そういう人じゃない。
ひろきさんの何を知ってる。しまった、ええねん、間違うたやないか。ええねん、たついちってないねん、ええねん、バカ。はい、めちゃくちゃなってきた。プレといてみて、松倉町です。帰ったくないです。キーワーズコーン、カルロスゴーン、お寺の鐘がゴーン、とんがりゴーン、そう、初めてか。こうやって頭使っていくのはいいことですよ。うん、大阪ビュー、ちょっとわかんない。うん、ゴーンやろ。キツネはゴーン、ゴンギツネ取ったよね。標準アフターストーリーみたいな漫画あるんですよ。マジか、あれ撃たれてるでしょ。終わり、終わりじゃない。なんかよく知らないですけどね、そういう漫画があるらしい。あれでアフターストーリーをどうすんの。表情に子孫が復讐するの。復讐の始めめっちゃ見たい。三代先までが通る。でもなんかあるじゃないですか、そういう昔話をこう見たりするみたいな、ちょっと知り合いにして片付けとか。ああ、なるほど。俺は両津勘吉が絵本で描いた新桃太郎が好きです。いや、新桃太郎は割と使い古されているネタではある。そうなん。でもなんか結構思いますよ、桃太郎。お前さ、その新桃太郎の話いつか知ってんの。こち亀で、あ、確かに85巻やぞ。最近じゃない。200巻まで出てる分の85巻です。ちょっと待ってください、僕が中学1年生やからそこらです。200巻まで出てるんですか。そう、中1ですよ、僕中1、1990年とかそんなんですよ。もしかしたらパイオニアかもしれない。もうパイオニアですよ、あれめっちゃ面白かったで、うん、なんか軍事評論家みたいなやつがボロボ最後とかおんねん。そいつがちょっと桃太郎に突っ込むねんな、冷静に。こっちの兵力は何だ、犬、猿、騎士、ダメだ、全く話にならん。鬼ヶ島だから鬼は50匹ぐらい暮らしてるだろうって。犬はドーベルマンを200匹は必要だとか。で、後ろでどっから乗り込むんだ、後ろは地雷原になっているだろう、正面から行く方がまだいいと思って分析を始めるんちゅう。で、絵本に載ってる鬼ヶ島の絵を見て、ちょっとすごい冷静に攻略方法を、鳥はまず鷹を放って手榴弾を攻撃させて、ね、敵をかく乱させろとかいう話になるな。なんか蜂と魚でいけるっていう話は見たことある。うん、そうそうそう、そういう話をしてた。で、新桃太郎は、なんか、あるも、まあ、なんか傭兵が、傭兵のところに、おじいさんとおばあさんがお金持って、あの依頼に来る鬼を退治してくれと。で、そいつはちょっと仲間を4人集めて、3人集めて、コードネームで犬猿騎士と呼ばれるんで、うん、で、夜中にあの爆弾攻撃を仕掛けて、うん、奇襲を受けた鬼はあっけなく制圧されましたが、桃太郎はこの兵力をなんか潰すのは惜しいと言って、鬼と手を組みました。で、最終的に都を攻撃して天下を取るっていう話ですね。はい、これが新桃太郎の近くに出てたバージョンです。なかなか面白かったです。まあ、どうでもいいですね、うん、はい、じゃあ行きますか。はい、まあ、まず機能法の、うん、はい、効果の方がいいかな。ちょっとまず僕がちょっと必ずこんな簡単なやつから習慣づけないといけないので、うん、いいかな、これは書き方のフォーマットな、いいか、
例えば習慣とかそういうことっていうのはね、まあ、結局のところ、まあ、公式とかもそうですけど、雑魚で使っとかんかったら鬱陶しい的に使えないんで、だからこんな簡単なやつでさえこういうことをやれっていうことを言っております。だから一応あらましとか説明しました。今度は書き方です。いいですか。僕が特にうるさく言うのはこちら、はい、これもちょっと番号振っとかなあかんけどな。今 N イコール K たす1の時、まあ知っての通り数学的機能法のクライマックスはどこやって言ったらここや。じゃあ K の仮定を使って K たす1の証明のところはクライマックス3なわけですね。はい、 CS ですね。 CS はい、これを必ず明記すると。で、ポイントは分かるかな。結論から逆走しないようにね、ここが大事なんです。目標を明記するだけでなく、当然こんなん分かるやんか、 K たす1の時も6の倍数になればええやろっちゅうのはまつくらな、うん、分かんねんけど、ここなんですよ。このフレーズ、これを抜かさないでほしい。あることを示せばよいとか、あることを示すとか、今から俺らはこいつを示しますっていう意思表示をするんですね。で、ここからが本番の証明のスタートだぜっていうのを書くんです。難しい問題になったら機能法の K たす1のところが相当長くなったりして、最終的に自分何やってるかわからんかったりとか、もうひどいやつは証明終わってるにもかかわらず続行している。つまり終わったことに気づかないんです。そんなこともある、場合によっては。だから今ここの局面で K たす1の局面で何をしなあかんのかっていうのは必ず書いてから始めろっていうのは、まあ、ちょっと今後君らに絶対分かってほしい、やってほしい習慣です。で、ここを明確化する。ただしこの結論は今最終的に言うことでしょ。だからこれ自体は使えないじゃないですか。だからこう書くんですよ。今からこいつを示します。つまりこれを書いとくだけ書いとくやったら、こいつはあたかもあるように見えてしまうので、ここはあくまで意思表示、宣言に過ぎない。私たちは、ね、ドミノを倒しますみたいなことを、ね、書くわけですよね。その上でよしやろうか、まあ、いうことですから。で、 K の仮定というのは用いる代入すると言いました。じゃあ用いるためには何が必要かというと、共通部分を見つけることが重要です。まあですから AK たす1の式と AK の式をちょーっと見比べるんです。目ん玉かっぽじって見るんですよ。で、松倉君目かっぽじったら見えへん。目ん玉かっぽじったらダメなんですよね。目ん玉ひんむいて見るやったっけ。なんていうのこれ、刮目線、うん、かっぽじるのは耳ですか。え、目じゃない、目かっぽじるっていう、なんかめっちゃ危ない、痛そうやねんけど、聞いてるんで。かっぽじるのは多分耳やと思うんですよ。かっぽじるのは耳か。はい、うん、よし、松倉、ジャッジを頼む。どっちだ。かっぽじるのはどっちか。すべての穴に入れるんじゃないですか。え、怖い。ちょっと。だから、その目が穴かどうかっていう。あ、なるほど。え、分かったか、やなさん。どんどんよく分からなくなってきた。俺もちょっとよく分からんねんけど、松倉、どういうこと。いや、多分そうっすね。穴という穴をかっぽじるんす。うん、目って穴なのか。あ、かっぽじれるのは穴だということやな。そうっす。あ、だから目は穴かどうかって、うん、はい、まあいいや、とりあえず行くぞ。これね、はい、今から使わなあかん式これです。仮定はこれです。代入しなきゃいけない。じゃ代入するってなったら、基本的にはいいから、お前らが証明しなあかん式と仮定の式を見比べるしかないです。見比べた時に同じもんあったら勝負ありです。はい、わかるやな。共通項があるんです。これ見つけたら終わりですよ。はい、終わりの国の大名ですよ。誰や、松倉。今は終わりやで。終わりって、もともと織田でしょ。うん、今側から取ったことがなかったです。いや、今側から取ってな、これ。なんか取ったら、織
お出汁はまず、こう平定するけど、正代味に過ぎなかったから、うん、元々今川やったの、うん、まあ誰でもいいわはい、わかりますか。共通部分を見つけましたと。だから 2K3 乗イコールの形にして代入したらいいだけですね。まあそしたらこんな風になる。で、基本簡単なやつやったら代入したら勝負ありです。ましてや等式やったら間違いないです。不等式やったらいろいろ考えることはありますけどね。まあ計算したら、まあ 6N たす 6K2 乗たす 12K6 はい、こいつら係数オール6の倍数終わりですね。終わりの国ですね。松倉桶狭間の戦いは何年ですか。1560年。桶狭間の戦いを実際行った場所は桶狭間と言わないところですよね。あ、そうなんですか。田楽狭間っていうところですよ、はい、どうでもいい話です、まあ、はい、武田勝頼を説明ですよ何その文系の日本史の文術みたいな以上より全ての自然水路について、まあここはちょっと省略しますね。はい、だからまあこんな感じでいいわけですよ。つまり代入っていうのは同じことを見つけて入れるっていうことを覚えておいてください。結構しんどい機能法になっても大体こういう形になるから、代入する場所を見つけられるかがまず一歩目です。本当にだから比べること、比べてみてください。でそこを、ただこの問題簡単やからそのまま見えるけども、見えへんやつもあるからね。はい、ただまあもちろんこいつただの整数問題やから、まあ機能法を使う番でも当然解けます。はい、N、まあ、これ因数分解したら終わりですから、本来的には、うん、まあまあ普通整数の問題やったら乗与で場合分けする問題とかあるよね、松倉、うん、でまあ N たす1に N たす1とは因数分解できると。だからまあこれ普通機能法使わんと解いたらって話だから、 N の問題が出たら機能法っていうのは別にマストっていうわけじゃないから。例えば整数の問題やったら、まあ、整数っていうフレームでも当然見なあかんわね。でまあこれ連続する2整数です。小坂君、連続する2整数の積はどんな性質があります。必ず偶数です。そうです、つまり偶数ですね。6の倍数であることを示そうと思ったら、あのプラス3の倍数であればいいですね。はい、だからあとは AN が3の倍数であることを示すというような段取りで証明を書くっていうのも、まあ当然必要やと思うし、まあ、やっぱり君らとしては知らなあかん内容ですね。まあ、次に言っときます。で、3の倍数であることを示すっていうのはこの形じゃ地面に出ないよね。ってことは松倉どうやって解く。で、2L たす1を分ける、うん、こいつを分ける。ああ、分けてやる。ああ、お前なかなかいろいろ考えるな。できますね。おーいけるな。2括弧 N たす1引く1にして分けたら連続3整数とか出そうだな。2括弧、うん、だからちょっと2だから連続3整数作れたら6の倍数が出るから N たす2とか欲しいわけじゃん。まあすごいよ、けだけど、まあ、変形でもまあいいし場合分けしてもいいよね。 N イコール 3K N イコール 3K たす 1N イコール 3K たす2、まあ、そしたらどれか1個は絶対3の倍数になるからと。まあそんな整数のセクションでやってるような証明をかけた方がいいので、一応これ別解として書いてあります。はい、とりあえず次不等式いきます。大丈夫でしょうか、柳瀬さん。水君、眠気大丈夫ですか。ザメハ、ザメハかけたってこと。いや、俺それ地形じゃないです。ベギラマじゃないです、うん、ベギラマは灼熱の炎ですよ。灼熱で、炎じゃない、熱やん。熱熱や、炎はメラなんですよ、うん、ねえ、アナさん。はい、聞いちゃって、次行こうか。大丈夫ですか、リュウちゃん。はい、はい、じゃあ不等式ですね。不等式の方がワンランク上です。等式のやつは、ちゃんと意識ったら絶対出ます。
仮定さえ代入したらほぼ終わります。だから楽です。で、等式ですから完全に同じものが出てくれますね、アラスさん。大丈夫か、その、何これ、ネックレス、ペンダント、大丈夫、邪魔じゃない、うん、窮屈そうにしてたら、かぶれてんじゃん、それ違う違う違う、当てるか肌に、そちらに多分日焼けやと思います。そんな焼けていいんや、俺やん、それ焼けがみたいになるんですよ、先生は日焼けができるけど、そやな、でも赤くなって白くなるんでしょ、まあいいじゃないですか、僕永遠の黒ですすいません、焼きたいからじゃん、焼きたくても焼けへんやつっているやんか、まあまあそうそう、これ焼けてしまうんですよ、いいじゃないですか、だって焼きたいでしょ、僕色白のイメージないでしょ、はい、うん、俺白かったらお前ら笑うよ、別に普通笑うよな、ほら笑ってるやんこいつ、ほらめっちゃ湿気なやつや、笑うとるで、白かったら面白いな、松倉めっちゃ白いし、白くないし、白いし、まいいでしょ、青いし、まい、緑いし、まい、とか一瞬もなかった、分からない、皆さん知ってるよな、はい、これ書いて16万、はい、これこれを数学的機能法で示すっていう記述は略です、はい、ね、あのそういうのもでも書いた方がいいですよ、ほんまは、今から僕はこういう方法で示しますっていうその記述僕が昔受けてた寸大のエクストラ数学っていう数学があったんです、うん、選抜の数学だったけどくっそ難しいんです、あるね、結構レベル高いやつばっか集まってるんですけど、平均が3点という、30点満点な、あ、3点というテストがあって、1問だけポンって小テストやって3点というテスト、俺トップやったんですよ、5点、やったんです、俺トップやったんですよ、嬉しい、5点のやつと0点のやつしかいなかったんです、ちなみに、あ、そういうこと、うん、え、じゃあ他にも1位だから全員、まあで5点取ったやつは何が良かったかって言ったら数学的機能法で示すって書いて5点1か3回しかいないんですよ、しかもそこで、ね、うん、内容は全員全滅や、うん、5点で1位で書いた内容とかそれを書くか書かないかで点がちょっとあるかないか、うん、という差なんですよだからな、例えば対理法で示すとか対偶証明法で示しますとかそういうことを書くだけでも評価されることもありえるので、まあちゃんと僕は今からこいつを数学的機能法で示しますとかは書いといた方がいいです、まあそういうことな、ここはどちらかって言ったら書かなすぎるよりは書きすぎる方がいいです、書くならどこで、最初最初最初、証明の前、僕さっきの問題だから書いといたやろ、今からこれを数学的機能法で示しますって、来た、はい、そうそうそう、5点で1位、嬉しいか松倉、そう、どんな問題か忘れたけど機能法って書いたら点数もらえるらしい、外がうるさい、黙らせてこい、え、うん、
ってしまえ。ハウスクリーニングしている。多分今後引っ越してはるから多分次の入居者が決まって。え、今までいなかったの？いなかった。いて4月のさ、ギリギリ俺らと入れ替わりぐらいで出会ったよ。そうそう。じゃあ今までいなかった。そう。まあビルの人入ったりしはったんちゃうかな。多分そこのメンテナンスの人やと思う。だってしょっちゅうじゃないやん。前の人が引っ越しの荷物と動かしたかもしれんけど、結構20年ぐらいいはったらしいから、前の人は住んでたの？多分住んでた。あそこも2つで1つですか？うん、中で繋がってるんですか？ん？中で繋がってるんですか？まあちょっと分からへんな、今度見てきて。いや、なんか繋がってないんですか？うん、多分セパレートじゃん。です。今度見てきて。さっきちょっと見て、マツコら見てきて。キャベツ、キャベツ、はい。で、不等式の証明の一般的な流れを言うとくけど、不等式の証明っていうのは大体関数の最大最小値と考えれば、最小値がプラスっていうような証明なんですね。で、まあそれをやるときに、じゃあ A-B、 まあ等式をいじっていじって同じにたどり着くやから別にイコールゼロにしなくていいと思うんですけど、まあ、不等式の場合はまあ確実にって言っていいぐらいゼロとの勝負をしますから、まあ移行して大なりゼロを示すという形になるわけです。で、だからこの流れなんですけど、機能法においてはどうなるかという話やけど、これ不等式の証明で因機能法って考えると、柳瀬さん全知識でいいんだってます。これアットかな。不等式の証明アット機能法のしっくりくるな。うん、いいってなんか違う。うん、倍じゃない。機能法によって不等式を示すというよりも、この流れを機能法の中でどう使うかっていう話なんですが、アットでいいと思います。ウィズでもないな。機能法の局面で同不等式の絵はやめられない。すぐ機能法いいんじゃん。中に入れるんですか？なんだ、不等式の証明を機能法の中でどうやって使うんですかっていう。つまりとかあんまいいわ。等式とか分かった。結論、これはあれやけ、リンカーンの知ってる正解を決めるやつ。朝まで。ああ、なんか先がする。そうそう、朝まで正なんていうかな。そうですね、正解みたいな。そうそうそう、みんなで答え出しちゃうわけよ。例えば、O で始まる浮気後に男が言ってかっこいいセリフはとかいう議題を出しちゃってる。うん。そう、そういう話をして出し合って一番多数、みんなが議論して納得したやつが正解みたいな。まあ簡単なやつで言えば。美味しい中華料理といえばとかいう話をするわけ。チンジャオロースターみんなに言うわけ。マンチュそうそう、そういう極物を言ったらむっちみんなに言われるんだよ。それがいいじゃろって言って、松本が大概もう爆弾みたいな答えばっかり言って面白いんですけどね。全然浮かばんわとか言いながら、うん、はい、最近見たんでねっていう話になってしまうから、とりあえず普通にマットでいきますね。はい。機能法に前につく前置詞、正解はアットです。チュル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 。アットですか。っていうことになんねん。あいつら、ほんまの正解とかどうでもいいんですよ。なあ、マツクラ。はい、で例えばこの C 大なり0をじゃあ示す問題になったとして、直接示せないんですね、機能法の場合。だからどうすんねんって言ったら、 C 大なり0を示すにあたりですよ、うん、こう間に1人入ってくるんです。つまり何が何なんやって言ったら、
C 大なりゼロを今から示すことが目的ですが、直接言えないので仮定を使うんですね。仮定を使うと第三者の別の式が出ます。等式の証明は仮定使ったらばそのまま答えまでいけるんですが、不等式の証明は単純に仮定を使うと別の式が出るので、その別の式のところをここはもう実力で示すしかありません。つまり解きやすい状況まで運んでくれますが、その後はてめえらでやれというのが、まあ、一般的な流れと言えますね。つまりで今からこれをやっていきます。これちょっと今から証明したいのは当然ここの左辺引く右辺ですよね。だから左辺引く右辺、つまり今最初指数関数と正関数が混ざっているような式がありますね。だからそれを計算する。で今僕たちはこっちの流れで言ったらこういう状況ですよね。今僕からがやってるのはこれが式 C なんですよね、いわば。でこの C 大なり図を言えたら G エンドなんだけども直接言えねえな。じゃあどうすんでって言ったら、この K の仮定を仮の力を借りましょうということになります。だからでとりあえずじゃあこれとこれ見比べた時に、まあかぶってるところ、まあ 2K でもまあええねんけど、まあこっちに使いますね僕ね。まあそしたら、まあ、3×3 の形状を引く 2K 引く2と、まあいう風になる。だからのりしろとしてとりあえず、あ、3の形状をちょっと頭出ししていて、ここに代入できるようなって考えるわけです。そうすると軽くここまだ C のままやからね。でここでです、はい、不等式を代入します。つまり1番を代入するとどうなるか、 3K って書いているところが 2K に変えれるんですね。皆さん、わかる？ただし当然のことながらここにこうつなぐっていうのを1番の仮定を使うけれども、でっかいもんが小さいもんに化けとるわけです。で後のやつは同じなわけですから、不等号はこう向きますね。つまり大きいもんのところが小さいもんにとって変わる。だからこうやって仮定を使った結果出る式がまさにこの D ですから、この D が大なりゼロであることは、あとは自分らで勝手に証明しろよっていうことになります。これわざわざ横に書いたのはちょっと見やすくするためですから、僕個人としては縦に書きたいんです。これ縦に書いたら意味わからんわっていうやつが、まあ昔たまにいたので、ちょっとここの部分は横書きにしました。あえて。この式よりもこの式は小さいですよっていうのがわかる。で、あとはこいついじっていったら、もう言わずもがな感が尋常じゃないですね。まあ、K 自然数ですから。まあ、大なりゼロと、なぜなら K は自然数ですね。はい、これだけのことです。だから今回は仮定使った後に出る式はもうじゃあ雑魚中の雑魚だったわけですけれども、まあ、流れとして僕これが言いたかったので、よって N イコール K たす1の時もスターは成立すると。スターといえば松倉ですね。お前スターやろ。いや、スターじゃない。何？ええかも。マジックリーム。なんて、マジックリーム。あ、それいいですね。意味わからん。はい、スターは成立するな。まあ、こういうことですね。まあ、証明終了。まあ、一応終わりの記号も書いとこう。で僕は前でプレイするで説明する立ち位置としてだんだんこういうの書かなくなると思いますが、まあ処分は絶対書くよ。どこで始まりどこで終わるか。だからあのな、自分なりに書かないことです。であんまりちょっと自分の証明の仕方が変だよなって思う人は、ね、必ずこれ見てもらった方がいいですね。今僕たちの環境的には、まあ、そういうことはできるんで、この証明これでいいですかってなったらちゃんと見に来いということで、
マスクブラー分かるか、すぐ寝るんじゃない。ヤナスさんも眠たい。え、めっちゃうるさかったね今、ごめんな。うん、寒いやつがいるということはどうすればいいか。空気の、ね、熱運動を上げるしかない。つまり、ね、熱エネルギー、これは空気の分子の運動エネルギーだ。じゃあどうすればいいんだ。大声でも出すか、空気を激しく震わすか。そしたら熱が、流星が、はあ、もうそのこの顔やめろよ。こいつも反応し、え、どうしたマスクラ、口内炎。うん、どうしたの。エネルギーって何したっけ。え、どうしよう、どうぞエネルギーって何が。2分の1 MV 以上が2分の3 KT 温度に比例します。ボルツマン定数というのがあるだろう。うん、そうそう、 KT です。これが分子1個の話ですよ。そこにアボカドかけるんですよ。そうそうそう、アボカドですよ、ヤナスさんの好きな。ボルツマン定数いうやつ。だから結局それが温度と運動エネルギーを日の比例定数じゃないですか。だから結局そうだね、2分の3の、それに NA かけたやつが2分、そうそう、 PV イコール NRT につながるわけですから、1モールやから RT に繋がるから合ってる合ってる。あと今度やるから、はい、今度やらなくて、はい、行こう。で、じゃちょっとお前ら正面から見てこれ、身の N 乗大なり N、ね、N 足す1乗な、 N2 乗足す N プラス1をちょっと機能法で示してみて、うん、ちょっとこれを書いてみてください。タイヤの方にやるか、これ書いてみてください。制限時間3分。ええ。ええ。言いますね。もうそれはちょっと言わんでいい。うん。あれ言ってるんじゃねえ。勝手に出るんだ。ちくしょう。敬語とかは知らん。数学的機能法で示すとかちょっとさすがにも僕めんどくさいんでやめました。はい、順序やっていこう。さあ松倉、お困りのようですね。その通りだ、それは困る問題なんですよ。分かりました、分かっていただけましたでしょうか。はい、そういう時にどうすんのっていうことが言いたいんです。松倉君、分かりました。ちょっと数字の微調整が難しかったんですけど、いけるかなっていう感じで出したんです。奥が深いでしょ、うん、セルっぽく言ってください。絶対言わへん。お題、セルが絶対に言わないことみたいになっちゃった。正解でいいですか。うん、ありがとうございます、うん、正解でいいですよ、おめでとう。暑いな。ヤナスさん暑くない？寒い。大丈夫か？熱ある？ない、寒い。ヤナスさん最近片言多くない？じゃあそれで。その適当なやめて。わかるけど気持ち、めんどくさいっていう。ちょっと寂しいよね、松倉。
止まらへん。止まらへんって。うん。花瀬さん、あんま僕をいじめないでください。流星君。獅子座流星君。言われたことは。やろうな。さあ、山下さん、どうやってこいつを証明するかな。そう、これ途中で止まる。正しくやってる人はおそらく違和感に気づくと思います。途中で止まってしまいますね。はい、それは正しいリアクションなんです。俺がそのまんま解ける問題を出すと思ったか。俺がそのまんま解ける問題を出すと思ったか。松倉、アリ3匹のアリが恐竜に勝てると思ったか。知ってるわ、それ。リーザ様ですよ。当たり前だ。ユーゼ知ってるよな。さすがやな、うん、君とは友達になれそうだ。ここまででも作業しただけです、はい。で、違和感に気づいたもの、おそらく間違ってないです。で、さっきの C と D もちょっとちゃんとつけておきますね。不等式ですから、いいかな。つまり簡単な問題やったら仮定ぶち込んで終わりますよね。で、はい、松倉、何ガリガリ書いてんですか。ガリガリできた、うん、さすが。いや、これがやってるのかどうかは知らんけど、うん、ホワイトボードを見る感じこの謎のスペースですか。はいはい、よくわかったね。鋭いな、お前。はい、何かを書くからスペースがあるんですよ。うん、そういうところをヒントにしたか。なるほど。ホワイトボードを見る限り俺は正しいと思うということですね。そうそうそう、多分正しいんじゃないですかね。はい、もうやるやんけ、やっぱり。さすが大阪聖光学院のね、ミスター断髪式。あれ、ツイッターに上がってたんですよ。らしいですよ。まだ、昨日調べたらまだあったから、ちょっとこれはやばいぞって。まだあった、まだあった。あれはやばい。誰が別にやばいのやろ。いやいやいや、だって学校、いや、申し訳しましたっけ。うん、そうそう、うん、でもな、ツイッターってほんまに怖いですからね。何される。動画とかちゃんと撮る許可をやっぱ取らないかな。はい、じゃあちょっと説明していきますね。はい、これ一応一見すると順風満帆ですね。普通に書けた、1の時も言えましたと。で、K の仮定をしました。で、仮定を代入するというところも別に難しくあります。左辺引く右辺して、もうやれはできんだろうとね、しょうもない敵を出しやがってバビディにやろうみたいな感じで解いていくわけですよね。で、まあ、ちなみにここ仮定代入するわな。そしたら、まあ、1代入したら当然2の K たす1乗が、まあ、こいつ小さいものに取って代わる、小さいものに取って代わります。だからさっきと同様に不等号も連れてきます。で、第三者の式 D が出ました。普通に考えてこのままいけそうですね、柳瀬さん。で、そしたらいけないんですね。そうなった人は一応正しいことをやっております。で、松倉もそこにたどり着いたんです。あれ、なんかおかしいんじゃないと思ってね。うん、はい、2時間するんです。そうなんです、これ K イコール1で言えないんですよ、ね、だからこれが明らかに足す1とか来てくれとか思っちゃうわけですよ。だからここで思うこと、あれ計算ミスってんのかなと。
一つそれは正しいかもしれないからやり直してみたけど、どうもこれは俺はやったことは間違ってない、俺は正義だと、ね、流星も言い張るわけですね。俺は正しいことをやった、誰にも責められる筋ではねえ。さあそこでどうするかですね。はい、まあこれ一応2次関数ですから、まあ最小値を調べたらまあわかるかと思いますが、でこんな風になります。皆さんわかる？ここで大なり0がスパッと来てくれたらええなって思いません？だけどスパッと来ないんですよ。だからこの2次関数のグラフの様子をちょっとこちら辺に吹き出しマークで書いておきましょう。まあそしたらね、放物線でちょっとこれ y イコール x 引く2分の1の2乗引く4分の5という2次関数のグラフを書いておいたら、まあここ2分の1マイナス4分の5っていうところがスタート地点やな。でまあ放物線はまあこうあるんやけど、ただし k は自然数ですから、はい、 k イコール1の時、1マイナス1、ああかんわと、k イコール2の時、はい、2の時やったら、ね、1ですかね。はい、3の時、松倉はガンモドキですね。はい、つまり柳瀬さん、2以上やったらいけそうですね。だから、こいつ、k イコール1の時に、ダメで k イコール2、k イコール3ってやっていったら、まあずっとプラスになってるから、うん、まあ今ね、1、2、3とこのグラフ上の点を x 座標をな取っていったわけですが、うん、こいつがアウトでこいつこいつは入れてますから、まずこいつは k が2以上という条件を持っていたら言えそうですいうことが分かればこの問題解けます。はい。だからちょっと細工をするんです。ね、つまり k 大なりイコール2なら言えるなと考えます。それに気づいたらまず君たちは書き直す。k は2以上の自然数という意味をここで持たせればいいですか。その結果これね、後で書く内容やからちょっと緑とかちょっと分かりやすい色でしときます。いいでしょうか。つまりこの祈祷案は僕が模範解答をどっかに提出するんやったら最初から2以上って書いてます。だけど実際の思考ではそうじゃないんです。途中で気づくんです。例えばこれやったら、つまり後から書き入れてください。2以上やったら言えるんやったら2以上の自然数って書いたら、まあおのずと大なり0が言えてくるんですね。これ後で書くんですよ、後で。でただこれだとドミノ倒しの理屈が破綻します。要は k+1、 つまり前のやつが言えたら後ろのやつが言えるルールが2からじゃないと言えないということになります。したがって1のドミノを倒したところで機能法がスタートしないということです。俺らは全ての自然数 n で言わなきゃいけないとしたら、じゃあどうすればいいんですか。わかる？こういうことになりますね。2から後ろは機能法で全滅させれるなら、まず2を倒してください。じゃあ1どうすんの ?1 は機能法に入ってくれへんから手動で倒しといてる。だから、3以降だけ言えるとか言ったら3スタートの機能法を書いて1と2は個別に倒せないんですね。そしたら一応全員倒せますよね。だけどスタートからいきなり2から機能法を書けるやつおらへん。だからこれだけ1は一緒結局機能法に属さんけど、まあ倒しとかなあかんから倒しましたが、はい、これで答案完成じゃないね。これです。 n イコール2の時っていうのを入れないといけない。松倉はそれに気づいたんだよね。はい、つまり機能法っていうやつは2から順番にダダダダダって倒す。だからこういう修正が必要な時がありますので、
まあちょっと覚えとけよと、まあ、いうことですね。不変イコール7。はい。でなぜこのようなことが起きるかといえば、まあ、結局これを直接示せへんから、まあこういうふうにして示しましょうって言った時のここの乖離が出なかったら言えないんですよ、たまに。だから C 大なり0入れているが、ここに入ってきた、補助的に入ってきた D の式との差がでかい局面とかがあれば、言えないこととかもこうやって存在します。だからおかしいなって思うんですよ。確かに1入れても、2入れても、3入れても、4入れても、5入れても入れてしまうんですよ。これ、あれ ?1 入れてへんよ。おかしいな。そこそこんなことが起きちゃうんですね。はい。だから、N イコール2の時は、後から書くっていいんです。っていう修正したら完成ですから、言えへんからって消しゴムで全消ししないことです。例えばこの答案はじゃあ何なんですか。結論付けたら昨日方分かってへんやつ絶対解けない。意味のつながりとして、まあ、全ての自然数で言えるっていうことがどういう意味なのかということなんですね。まあ、これぐらいのフェイントは当然かわせなあかんから、まあ、しっかり対応しや。だ作業のように1、K、K たす1やってるやつは100は間違いますからね。はい、ということです。これは結構僕は好きな問題なので、まあちょっとやってみたわけでございますね。はい。だからこれをちょっと買い取りに行けるということですね。あのね、ちょっとね、あのカメラが最初角度ちょっとおかしくて、ちょっとこの辺切れとったから、後で写メ送るんで、それ見ながら動画を見ることですね。はい、よろしくお願いします。動画視聴の方々。で、こちらは重要なのでですね、ちゃんと入るようにしておりますので、問題あります。はい。大丈夫ですか、マッツさん。はい。まあ、機能法は、まあ、もっとやらなあかんこといっぱいあるんです。けれども、もう少しレベル高い問題を2週、3週と扱っていく中で、解くのが重要かと思いますね。はい。まあ、だから、わかるかな1番、2番、3番と、まあ、いうように同じルールでこう内側に図形を作っていくんですが、まあ結局この前の番号がいて2、2、3、3、4、ちょんちょんちょんね、 N+1 前のやつを受けて次のやつが出てくるという意味で、ここには全部同じルールなんですね。で、なおかつ、ね、はい、だから、まあ、例えば、A2 が F、なんか A1、A3 が FA2、まあ、こういう段取りの中で、まあ、A+1 っていうのも FA。だから、1番から2番を出す A であり、式であり、考え方っていうのは、N 番から N+1 番を足すとき、まあ、ほぼ同じですよっていうことが重要であります。で、プラス、まあ、相似な図形を繰り返し作る場合っていうのは、っていうのは、まあ、ほんまに等比数です。で、公費は掃除費です。その2乗。まあ、面積やったらな。体積やったら3乗や。で、今、面積ですから、まあ、ここのね、正方形のね、あの、N 番目みたいなやつを考えて、SN を考えるとしてあげるとですね、今、はい、一辺の長さが、ここな、注目ですけれども、もしここが最初1になってるんですね、松倉さんやな、うん、もしここ1やとしたら、まあ、ここはそのまま 2a2+1 ということになっているという意味であります。で、今
じゃあこの N 番と N たす1番も、まあ、同じルールで A 対1引きに分けて正方形を分割していくので、ここを1としたときに、ここの一辺の長さっていうのはルート 2A2 乗引く 2A プラス1なんですね。はい、だから一辺の長さの比がそのまま相似比になります。ですから、はい、この N 番目の正方形と N たす1番目の正方形、まあ、こいつらの面積を SN とかしてますけれども、じゃあ SN たす1っていうのは、まあ、結局どうなってんねんって考えたら、まあ、N 番のやつと相似比の2乗を考えればですね、まあ、2A2 乗引く 2A たす1の2乗 SN で、答案には必ずね、この N たす1番と N 番の関係はマストです。はい、だから順番に答えを出したとしても、これが全ての自然数 N で言えないといけないし、で、まあ、それをちゃんと書いた式が全化式、これで全ての二項間において言えてくるという証明になりますから、まずちゃんと書いとくようにね。だから、まあ、今回やったら 2A2 乗引く 2A たす 1SN、まあ、これは何を表すかというと、 A っていうのはとある定数値ですから、はい、まあ、公比が2n2 乗引く 2n2a プラス1の等比数列であることをこの式は表現しています。だから、なおかつですね、うん、はい、初項 S1、 はい、初項 S1 は当然長さが1の正方形ですから1であるということで、まあ、SN というのは初項が1の公比が 2A2 乗引く 2A たす1の等比数列ですから、まあこういうふうにまあ出るぞと、まあ、いうことになります。はい、でこれがあって、まあ、続いてですね、はい、こいつの和が収束することを示しと書いてますが、まあ、無限等比級数の収束条件になるものは、まあ、有名ですよね。はい、の収束条件、結局無限等比級数って偉そうなことを言うてますが、所詮等比数列の和の極限です。だから AN イコール、まあ、初項 A1 半径 R とした時に、はい、和 SN っていうのがまあ仮にあったら、まあ、こっちの S と被らんように気をつけて、この今 S 自体を数列のように扱ってますけど、まあ、一般的にはこう書くわけで、第 N 項までの和っていうのが、まあ、1-R タイプで書けば初項 1-R 分の初項ね、はい、RN と、まあ、等比数列の和の公式ですね、 1-公比分の初項 1-R 公数乗、別にこれも問題ない。ただ、まあ、こうやった時に、ね、まあ、リミットを飛ばすんですね。リミット N テンドという N 項までの和の極限を取った時に、まあ、どこをかん、ね、あの無限大にするんですかっていう話をすると、うん、はい、確かに今日ちょっとひんやりせえへん、風冷たいなって思います、うん、はい、N が関わってるのはまあここだけですから、うん、収束条件っていうのは結局こいつがゼロになってくれたらまあええなっていう話。ただまあいろいろありますけど、この公式自体が使えるのはまあ公比が1じゃないときですから、ね、まあ気をつけるようにということですが、はい、まあこいつが収束するときっていうのは結局、はい、ご存知の通り、ここが0になったら 1-R 分の初項になりますね。収束条件はマイナス1から1の間である。一方で0になるときっていうのがあります。これは初項が0になるときです。初項が文字のときに限っては、まあ、収束する可能性もあります。まあ、したがってこの問題において初項はもう確実に0じゃありませんので、まあ、本文においては収束条件を考えなさいって言われたら、
はい、1引く、カッコ3番、収束することを示しって書いてますね。だからカッコ3番で証明することはこれに過ぎない。はい、この公費にあたる 2A2 乗引く 2A 足す1が、で、A の値はこうやね。を示せばいいと。ただし、二次関数のグラフを書いてしまえば、この範囲でね、終わる話ですから、まあ、勝手に書けと。で、まあ、それをやっていただいたら、まあ、その S の和を、ね、どんだけ書けんねんという話ですが、1引く公比、2A2 乗引く 2A 足す1分の初項、まあ、つまり初項は1ですから、まあ、これ計算せりゃ。っていう話に過ぎない。だから別に難しい問題じゃありません。ただ無限等比級数ぐらいのことは一応知っておけよっていう形で、まあ簡単に言っておきますね。1引く R 分の、まあこの場合で S1 ですね、はい、まあそういう形で答えが出るぞと。一応 S はリミット飛ばした無限等比級数の和を表してます。これは問題文に書いてます。うん、はい。一応この問題のポイントは、まあ、図形を繰り返して作っていくような問題っていうのは今後も存在します。で、相似形やったら、まあ、十中八九等比数列になります。答案上何を書くかって言ったら等比数列になるっていうことは一般的なところで、前のやつの定数倍したら後ろのやつが出るぞっていう形を示さないといけないので、まあ、必ずまず N たす1番と N 番の式を書く。これはもう絶対やらないとダメです。はい。で、あとは無限等比級数のお話はちらっと挿入して、まあ、これは普通に簡単に二次関数のグラフが一致証明できることですからやっとけよということになりますね。はい。で、まあそうね、まあ、時間があまりいないな。あの、高視点の問題の考え方、まあ、それとガウス記号の問題のつながりとか、まあ、やりたいことはもう山ほどあるんですが、ね、まあ、あの数学の授業自体は、ね、まだ一周目であると。つまり1巡目でそこまでシビアなことをやらないですが、さっさと触ってしまってね、ちょっとレベル高い演習に行きたいっていうのが、まあ、僕の本音ではある、うん、だから数三はな、まあ、ちょっと腰を据えて、まあ、1回目の授業からそれなりにしんどいところまで手を広げるつもりなんですけど、まあ、1A、2B に関しましては、まあ、ほぼ未就のやつとかであんま分かってないところっていうのが、まあ、個人差あると思うんですけど、まあ、数三に比べればマシやろな、まあ、いうことで、ある程度さらりといけるところはいきますし、まあ、さっさとベグトルをやってしまいたいなっていう願望もありますし、じゃあ来週はまあちょっと高視点とか、まあ、この辺の話は一応やりますし、あと周期数列であるとか、まあ、そういうことも少し触れた上で、まあ、ベグトルをスタートさせていこうかなというふうに思います。で、この先の話をちょっとしておきますね。今僕らが1巡目終わりますと、1巡目で僕らは君らに貸しているのは授業中になるべく演習すると。で、あとどちらかというと予習を不要にしていますが、まあ、あの復習をやっておけよ。ではここのテキストの秘めた大体例題であるとか、その辺は最低絶対解くようにしとけっていう話になりますが、まあ、あのちょっとレベルが上がっていったらまず予習義務になりますので、ちょっとそういう変化が起きますから、まあ、少しそこはちょっと留意しておくような。一周目やるときは、まあ、ここでやって分からんとことか自分が抜けてるとこをまあ見つけて聞くっていうようなスタイルでいいんですけど、まあ、ちょっと入試問題の演習とかになっていったら、まずちゃんと答案作ってこいっていうところが、まあ、マストになっているということは、まあ、ちょっと頭に入れておいてください。まあ言うて、まあ、ベクトルとか残っとるから 2B はもう少しかかりますが、 1A に至っては、まあ、そろそろもう2巡目に突入しているわけですから、まあ、少しその辺をちょっと整理してまた君らにちょっと通知しますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ一応ここで一旦終了しますね。